はい、皆さんこんばんは。今日はですね、美女と野獣の美女になってみたいと思います。美女と野獣のその美女の衣装と、カツラがあります。これを使って美女と野獣の美女になってみたいと思います。これは唇です。はい、ということでできました。美女と野獣のベルですね。だいたい15分、20分ぐらいでこういうような形にできたんですけれども、なんとも言えない気持ちですよね。また違うキャラクターになってもいいんじゃないかなと思います。じゃあそれではまた会いましょう。ロボットのぞみ360度のいろんな世界でした。ありがとうございました。